日本東京都港区麻布長坂町。麻布長坂町は、東京都港区にある町名である。麻布地区総合支所管内にあたる区域の一つで、麻布間宮那町とともに、区内では住居表示未実施地域である。郵便番号は106-0043。外苑東通りより、古川の谷へ向かう斜面に位置し、飯倉方町交差点と地下鉄麻布十番駅の中間にある。 町域の大部分は住宅地となっており、著名人の邸宅などがある。また、麻布長坂町は古くからサラシナそばで有名であり、町内にはサラシナそば本舗の布屋多兵がある。麻布地区住居表示対象図。麻布長坂町は中央屋や,や右。1962年以降、麻布長坂町の範囲は徐々に縮小している。 住居表示に関する法律が成立した1962年以降、港区においても新たな町画が設定されて、それまでの歴史ある町名が次々と消滅。1978年には町名変更の実施率が97.4%に達していた。この際に最後まで残ったのが麻布長坂町と麻布間宮那町であり、 これら2丁の名称は現在まで存続することとなった。これは、麻布マミアナ町の住民であった、世界経済調査会理事長、木内信種が、歴史的にも古く、価値のある町名はきちんと後世まで残すべきと、住居表示の施行を強行する行政に対して、ことを唱え、脚本家、松山善造が中心となって、住民による反対運動が行われた結果である。 麻布長坂町では、ここに今日構えるブリジストン創業者、石橋昌二郎をはじめ、蕎麦屋、長坂さらしなの主人らも住居表示の実施に対して、強固にことを唱えた。長坂は、麻布長坂町の町名の起源となった坂であり、港区麻布長坂町と六本木五丁目との間を、北から南に下る長い坂である。現在は、飯倉方町交差点から麻布十番。 一の橋交差点まで下る東京都道となっており、道は首都高速と新環状線の高架橋に覆われてしまっている。坂の上、飯倉方片町交差点手前には、首都高速道路の飯倉出口がある。また、坂の途中の麻布長坂町には、長坂さらしなぬの屋田兵がある。長坂の名称についてはこれまで、起因不明、長い坂だから。あるいは、 付近住人の名前から、長坂氏が居住していたためというのは不快の説など、様々な解説がなされている。正岡式には、長坂を読んだ俳句、蕎麦屋出て長坂登る寒さかながある。2019年9月1日現在の世帯数と、人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。